竹崎駅は台湾海予市県竹崎号にある有山森林鉄路有山線の駅。標高は127メートル。駅舎は有山のヒノキを使った平屋の木造建築で一部ホームは枕木を再利用している。機関車の方向転換を行うためのデルタ線が設置されている。開業当時は有山線の都半起点としての重要拠点だったため、 駅構内は7線の留置線が設けられ、蒸気機関車の長時間停泊に使われていた。1960年代にディーゼル化される以前は安全上の理由で、有山行き列車は前方での牽引から後方での推進運転に切り替えるため、デルタ線を使っての方向転換や、平地用の18トン急機関車と高地用の28トン急機関車の付け替えを行っていた。 駅東側に設けられたデルタ線は1912年開業当時二万坪駅と並んで土範運行場の重要拠点に設置されていたが1920年に連結方向が固定されると重要度は低下した。しかし、大東南安市東省向けの佐藤キビ畑が沿線に分布していたため、政党の時期には東駅での積み込みで、 デルタ線を使う南安市東省の佐藤木火列車でにぎわった相対式ホーム2面2線の地上駅。木造ホームは臨時用。停留所は竹崎貨車丹。ありがとうございます。